はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。はい、出ました、鬼滅の刃ディフォルメシールウェハースその8。はい、ニフォルメーションのシールですね。こちらの鬼滅の刃がもう8弾ということでね、はい、こちらをね今回は開封していきたいと思います。いや、なんだかんだね、鬼滅もずっとこのシリーズ出続けてますね。まあコンプリートできるか、とりあえず早速ねパッケージね何種類あるのか見ていきましょう。はい、パッケージはこの2種類ですね。はい、では早速ねワンパックずつ開封していきたいと思います。とりあえずね上部の方全部カットしちゃいましょう。はい、上部カットしました。ではね行きましょう、早速ね。1枚目、せーの、あ、カナオですね。はい、カナオ、これはノーマルかな、あ、こっちか。はい、1だからノーマルですね。21番、はい、カナオ。はい、2つ目、せーの、これまたいきなり来たねいきなり来たな、炭治郎。炭治郎、これなんだろう。402、早速極みレアですね。02、極みレア、水の呼吸3の型竜竜舞。いきなり出た。うわ、かっけー、すっげー、なんか豪華。白押しとホロ、うわ、すっげーいい。はい、出た炭治郎。はい、3枚目、せーの、あ、これはあれですね、療養中のシーンですね。はい、伊之助と炭治郎、ノーマル。18番。はい、4枚目、せーの、うわ、これまた、押す、これもあれか、極みレアか、あ、じゃない、03番じゃねえ、星3つ、天元。うわ、これまたかっけー、いいね。はい、5枚目、せーの、善逸。はい、ノーマルですね。19番、善逸。6枚目、せーの、これは病弱の男。こんなのも釣っちゃあれだけど、これもラインナップされてんのか。 C1、 ノーマル。16番、病弱の男、すごいね。はい、7枚目、せーの、あ、これまたダッキー、これは3、星3つか、10番ダッキー、ホログラムがいいダッキー。はい、8枚目、せーの、甘露寺蜜璃。はい、星2、24番、レアですね。輝き方がいいね、アルミ。9枚目、せーの、あれ、ダブった、あら、ダブった、もう早速ダブったね。はい、10枚目、せーの、お、これまためっちゃかっこいい、善逸。うわ、あ、きっとね、極みレアだ、善逸。雷の呼吸1の型、霹靂1000、8連。
おお、これはすごい。半分開けてもう極みレアが2つですね。はい、折り返し11枚目、せーの。お、これはこれはすごい。みんな泣いてる。戦い終わった時ですねこれね、うん、4番、これを極みレア、うん、いやいいねこれね。あ、すいません、一応ね裏見たらシークレットでした。これ極みレアかと思ったらシークレットですね。13番、もし4はシークレットでした。あ、これがシークレットね。あ、おー、すごくない？なんか当たりがいいんですけれど。はい、12枚目、せーの。これまたみんな面白い顔してるな。煉獄さんの夢の中で、伊之助の夢の中かな。はい、13枚目、せーの。ああ、スーパーレア、スーパーじゃない、レア。姫島行明22番、星に。はい、14枚目、せーの。梅。はい、11番、星1。ダキが子供だった頃ですね。はい、15枚目、せーの。ああ、ダブった。16枚目、せーの。ああ、ダブった。17枚目、せーの。あ、これは持ってないぞ。煉獄と炭治郎無限列車編の寝てる時ですね。はい、14番、星1。はい、18枚目、せーの。あ、善逸。はい、善逸のスーパーレアかな。星3、07。うん、はい、19枚目、せーの。あ、ねずこちゃん、これはノーマルか。09、ねずこ。はい、はい、ラスト1枚、せーの。あ、煉獄さん、煉獄さんのレア。今回柱は全部レアっぽいな。25。はい、ということでね、ワンボックス開けましたけれども、ダブリが3枚ですね。はい、ということは17種類揃いましたね。はい、で今回は28種プラスシークレット2種、全30種ですね。なので17なんで、あと13種類。やっぱこんなもんだよね、うん、はい、ドーン。はい、2ボックス目。まあ、もちろんあるよね。まあ、とりあえずね、2ボックス目はね、もう多分ダブリが結構出ると思うんで、全部開けて何が出たかっていうのだけをね、ご紹介したいと思います。それまでね、手動スキップいきます。はい、全部開けました。はい、一応ね、出た順にお見せしていきたいと思います。1枚目ですが、こちらダン。はい、青いですね。はい、20番の1星1、神崎葵、これが出ました。次、2枚目。はい、来ました、富岡さん、私の推しですね、富岡義勇。はい、
26番星2、はい、で3枚目ダブリ、4枚目、はい、ここでねずこのスーパーレア正露8番、はい、ねずこのスーパーレアが出ました。いいね、イラストがいい。はい、で次ダブリ、で次ダブリ、で次ダブリ、で次、はい、出ました牛太郎。このイラストすっげーいい、すげーな。はい、こちらは04番スーパーレアですね、星3。このイラストすげーいい。はい、で次、はい、無限列車編の善逸と伊之助ですね、はい、寝てるところ、15番のノーマル、はい、で次、はい、忍ですね、胡蝶忍、胡蝶忍のレア27番、はい、で次ダブリ、で次、はい、ここに来て品津川のレア、はい、29番、はい、で次ダブリ、で次、いや、これ出ましたけれどもダブリですね、ダキ、で次ダブリ、で次、はい、ここに来てレアの野一郎、はい、23番、野一郎、で次ダブリ、で次ダブリ、で次ダブリ、で最後、はい、出ました、極みレア出たんですけれどダブリですね、善逸。はい、ということで2ボックス目は以上なんですが、いや結構ダブリもあったし、極みレアが1枚しか入ってなかったね。ワンボックス目がいかに優秀だったかっていうね、極みレア2枚にシークレット1枚入ってましたからね。いや、ボックスによって当たり外れ激しいね、やっぱこれね。はい、ダン、はい、3ボックス目あります。はい、まあ、もうこの3ボックス目でね終わりなんですけれども、はい、なのでコンプリートできるか、とりあえずね今数えましたら25種類、あと5種類なんですよ、あと5種類足りない。はい、いやー参った、このラストワンボックスで揃うか、まあ、とりあえずねこれを開封して、まあ一応サドンデスということでね1枚ずつ開封して、とりあえずコンプした時点で他のは開封せずに取っておきたいと思います。なので一応これ手動スキップしますが、このね暗転した後のこのボックスに果たして未開封のウエハースが残っているか、はい、それによってわかると思います。ではとりあえずね手動スキップ、バン全部開封しちゃいました。はい、でね出た結果もうね端的に言いますね、もうね、はい、とりあえず1枚目めくったんですよね、ワンパック目こちら、はい、イーグロ、はい、これ持ってなかった、はい、レア30番、はい、イーグロだけです。あと全部ダブりました。うわマジかよ。はい、とりあえず出た順にね、はい、これね、でこれ、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 
これ極みレアでだと思ったら炭治郎です。ダブった。でこれでこれ、もう宇髄さん2枚目ですよね、このボックス。でこれ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 、うわ、キューバミレア善逸、うわ、また善逸倒りましたね。はい、で最後これ。はい、ということでね、はあ、全然揃わへん。一応26種類ですね、3ボックス開けて。残り4種類。シークレットの2番がないね。あ、シークレット1番か。シークレットの1番ないし、何よりね、一番最初の極みレアの伊之助がないですね。伊之助も出てない。とにかくね、ほんとこのシリーズは全然出えへんね。今回のシリーズは絵柄がつながるみたいですね。あの、全然気づかなかったんですが、要はこのね、これに伊之助も加わるんですが、こういう感じでつながるんですよ、絵柄がね。はい、で伊之助がここに入ると、天元とね、牛太郎、はい、こちらもね、絵柄がつながりますね。まあこういう感じですかね。はい、かっこいいんだけどな、こうやってね、つながると。はい、ということでね、ほんとこのシリーズ全然揃わへん。はい、ということでね、まあこれはね、もうコンビニとかにもね、全然置いてありますんでね、まあ見かけたら買ってみてはいかがでしょうか。とりあえずシールの出来としてはね、ほんとね、このシリーズはよくできてる。イラストもいいし、何よりね、やっぱ極みレアとかね、すげえ豪華ですね。間近で見ると輝きが全然違います。はい、ということで今回の動画は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。